今回ですね、僕が35番目ということで、はい、で私が34番目ということで、もうね、はい、これじゃないんですよ、もう。そうそうそう、こんなこと言ったらね、うん、怒られるけど、うん、もうどうでもいいです、この番号。これはね、この後正直ね、あともうこの後何番でもいいです、別にもう。で、正直だから、ここあんま関係ないって、ここもう関係ないです、そんなことないよ、ここもなんで使ってるのかって僕思ってるぐらいですから毎回。いや、もう朝一の恒例行事ですから、やっぱりこれは、まあね、ちゃんとやってますという、ちゃんとやってますっていう、そうですよ、スタッフさんに並ばせてるとかじゃない、そう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 、ちゃんと自分たちで並んで、そうだよ、やってますから。10分ちょっと路上で待ってんだから、これ。そうですよ、そうですよ。いや、これこの前は10分ですよ、うん、終わってから 2,30 分ぐらい待ちますから、ね、そう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 、そう、寒くなってきたよ、毎回思ってる。だからこの、うん、普通この引いた後に30分近くあるから、うん、一旦ちょっと楽屋戻りましょうかって声かけ大体あるんだけど、そうそうそう、この番組ないですから、ないから、基本的に極寒の中で待ってますから、そうそうそう、路上で待たされてんだからこの格好で何が悲しいって、路上でこんだけ待ってるのに、うん、人にあんまり声かけられないっていう、そう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 、そうなんです、それが一番悲しいよ、それが一番悲しいですけど、まあ、今日はね頑張っていきましょうよ、頑張っていきましょう、はい、行きます、行ってください。35 ちょうど、ありがとうございます、ちょうどね、ちょうど、ちょうどね、ピッ、あ、お、毎回、毎回ですよこれ、私毎回。古代ギリシアの哲学者アリストテレスは言った、人を動かすには倫理、情熱、論理の3つの要素が必要だと。その言葉は時を流れ令和にたどり着き、ある男たちによってさらなる進化を遂げる。それは数多の人たちをその光で魅了してきたスロット台ジャグラー。人はその光を見んがために祈りを込めてレバーオンし、時にはねじる。男たちは言った、エトスパトスロゴスがジャグラーを光らせると。どうもっと、ピスタチオです、よろしくお願いいたします。はい、というわけで始まりました、よろしくお願いいたします。はい、今回も始まりました、ピスタチオのエトスパトスロゴスということで、はい、始まりました、よろしくお願いします。はい、この番組はですね、はい、我々ピスタチオがですね、キコーナさん、はい、2店舗に行き、うん、ビッグを引いてもバケが引いてもポイント1ポイント、はい、ということでですね、うん、39ポイントを獲得できるかという、はい、こちら、まあ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 、まあね、でございます。てますけど、そうですそうです。はい。まあ担当的に言うと前回がね、うん、初めて39ポイントいかなかったじゃないですか。そうなんですよ。ということで今回初めての、うん、罰ゲームということなんですけれども、え？もうね、うん、本当にやってくれてますわ。何ですか？じゃあスタッフさん。何ですか？なんとあんだけ我々に罰ゲームをさせようと意気込んでたにもかかわらず、家に罰ゲームのものを忘れてきて、本日できないという、うん。何してんの？何してんすか？いい加減にしまいたいですよね。ってことはですよ。そうですよ。まあ我々このもう自腹でやってるわけじゃないですか、はい、もちろんね。はいはい、はい。で我々 もう罰ゲームあんま関係なくなってるじゃないですか。いや、そうですよ。スタッフさんももう罰ゲーム関係ないということで、そうなのよ。これもう罰ゲームなんてなくていいんじゃねえかっていう。だからもうこの番組って崩壊してるんですよ。そう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 。39ポイント取るかどうかっていう番組なのに、うん、関係なくなってきたんだから。そうそう、関係なくなっちゃったんだから。もうだから俺らがリアルにスロットを打つ姿をお届けするっていう番組ですから。お届けするだけになっちゃった。ついに。本当に今回とにかくね、うん、我々はもう生活かけて頑張ってますから。そうですよ。勝つか負けるかによって、うん、ご飯のおかずが変わってくるからね。そうですそうです。ご飯のおかずと夫婦仲の関係が、いや本当に変わってきますから、これで。そうですよ。頑張りましょう、はい、頑張りましょう、はい、今回こそはということでですね、はい、それでは頑張ります、ファイト。ここですか、大事なのは。よし、もういつもの角に。前回やっぱここで良かったのに、前々回ここで良かったのに、ここを裏切ってこっちに行ってとんでもないことになったんで、信じてやっぱここに。いいですね、もう府中亭さんのこの雰囲気はもう慣れたもんですね、私もね。来ました、変なのが。さあ、いらっしゃいました。あれ、伊豆さんも即決。はい。あ、素晴らしい。実は私も角にだと思ってたので、はい、やっぱ原点に戻ってね、こちらの台に座らせていただきます。さあ、ということで、さあ、ということで始まりました。ここだからもう、たまにはさ、早く引きたい、俺は。そうね、もう投資を本当に少なくしたい。少なく少なく行きましょう。はい、せーので、行きましょう。せーの。あ、まあまあまあ、これね、まあ行くよ。
あ、ダメ、これで 僕ダメでした。ダメでした。2回、まあ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 、まあ、でも逆に僕3回分チャンスありますから。そうだね、小屋くんの時は揃わないから、これで来ちゃったら、あね、まあ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 、まあ、こんなもんですよ。こんなもんですよ、最初はね。そう、結構これで悩まされてんだけどさ、これ短期勝負となると、はい、マジでビッグに偏るかバケに偏るかでだいぶ収支変わってきますから。そうね、やっぱ伊地知さんがちょっとバケのバケに悩まされてますよ。呪いがねありますからね。だビッグがさ2回ぐらいポンポンってもう最初に来たら、はい、おっ、えおちょっと、もうずっと見てた、このまま終わりたいもん。打ってなんぼだからそのままじゃ勝てないので。いやだけどもう決まってんだもん、これも早いかったね。早かった。13回転いきましょう。はい、お願いします。ありがとう、はい、ありがとうございます。すごい、めちゃくちゃ最高。ありがとうございます。13最高です。13は最高。まあね、まあ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 、てかエトスパトスロゴス史上最速じゃないですか。13最速かな。最速じゃない、これはいいよ、ね、伊地知さん今日はある、今日はありますよ。あってくれたらいいんだけどね、うん、もう自信ないよなんで一発目早いの引いてんのにそんなに。いやだから一発目早いのに、うん、バケってことで、うん、なんか俺らしいなっていうのがあるよね。まあ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 、まあ、早い早い早い。小沢さん俺ビッグなキスよ。二人ともやめてよ、小沢さんバケ。あー、いい、これはいい、これは素晴らしいですよ。ここでビッグを出すのが小沢だね。もうやめてよまた傷つくやんなんか、はい、まだ全然まだ追加投資しないんだけど、うん、なんかもうすっごい今怖いもん俺も やめてよ。もう今すでにめっちゃ怖いよ。いや、そのまだ 100回回ってないのに。行ってないから。いや、もうマジでブルブル震えてる今小鳥、今小鳥。やめてやめて、まだまだ全然。いや怖いな。やっぱ伊地知さんでも昨日は気合入ってましたね。え、昨日は気合入ってた。え、昨日、うん、どういうこと。このスタッフさんとやってるグループラインがあるじゃないですか、はいはいはい、あそこで連絡が来るんですよね、事務連絡が、はいはいはい、明日お願いしますっていう、はい、スタッフさんから。やっぱ僕はよろしくお願いしますだけだったんですけど、はい、よろしくお願いします、明日は絶対に勝ちます、びっくり3個ぐらいついた LINE が来て、はい、あ、これ明日はちょっと気合の入り方違うんだなっていう。でも気合入ってる姿見せたけど、うん、その後誰からも返信なかったからスルー。気合入ってるからな、やっぱり実さんは。もうほらまた追加になっちゃって、結局追加だもん。まだ2だから。いや、もうまだ2。これだからバケが嫌なのよ。そんで次またペカってもバケな気するよ俺。いや、そんなことない。もうやめよ、そのネガティブな全部そのもう呪いに聞こえるから。いや、だからなんで僕がこんな状態に陥ってしまったのかというのを、うん、この動画から初めて見る人は、はい、過去のね、エトスパトスロゴスを振り返って見てほしい。そうね、全てが分かると思う。ちなみに今日の作戦とかは何かあるんですか。ん、作戦はやっぱ前回大移動作戦して、はい、今まではちょっともうほら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 だよ、ほらだけネガティブだったんだけど、やっぱ光った瞬間だけテンションバーン上がるんだよね。そりゃそうですよ。下がるんだよね、またね。そりゃそうですよ。分かりやすい人だよ。行きましょう。お願いしますよ。ほら言った通りでしょ。いや言った通り。まだ分かんない。いいよ、具体的にはもう嫌なんだよ言った通りなんだよな。す
ごいぐちぐち言うじゃない。いじにやめてよ、ちょっと言うよ、そりゃ。やっぱ光った瞬間のテンションをずっと維持してほしいのよ。だから言ったんだよ。何？もうずっとこの映像で終わりましょうって俺最初言ったんだ。それを見越してんのやつだっけ。その方がよっぽど良かったよ。ずっとテンション高くて、まあ喋るよ。確かに。多分面白いトークも出てくるよ、あの状態だったら。なるほど。維持したそう、作戦とかはあるんですか。え？引きそびれましたけど。いや、作戦はもう、ないよ。あるわけない。だって作戦したところで全部失敗してんだから。そんなもう、そんな作戦なんて用意するわけがないよ。もう逆にあんの、小沢は作戦。私今日は前回、2店舗目で結構大移動を多めにしたんですけども、それでちょっと結果があんまりよろしくなかったので、今日はちょっと居座り続けようかなと。あ、本当に。はい、打ち始めて20分ぐらいですか今。どんくらいですかね。もうちょい行ってんじゃない。もうちょっと行ってるかな。すでにスタッフさんが別の台を気にし始めてるんですよね、実は。ちょろちょろと。そうだ、いないんだよ基本的に。こんなことあり得る、2人だけで打たされてるっていう。そう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 。カメラだけ固定で置いて。これもう本当にプライベートになっちゃうからね、これ、こうなってくると。自分2人だけで自分のお金でただジャグラーを打つって、ね、衣装着てるだけだもんね、ただね。それで戻ってきたと思ったら、すいません、なんか面白いこと喋ってもらえますかっておかしいだろって話ですから、それ。ほら、おお、見てた。多分ちょっと今遅れましたよね。遅れてない、遅れありますよね。ありますよね。今ね、ちょっと四隅したのよ、でもなんかこの、わかる？今動画で今確認したいけど、わかんない、違ったらごめん、ちょっとよそ見したんだけど、この感覚であれ遅れたかなっていう感覚あったのよ、でチェリー取れなかったから、あれ声かも取れない、あれと思ったら今光った。なるほど。どっちだろう、これ動画で確認したい、遅れてるかどうか。見とかなかった俺がいけないんだけど、はい、なんでこれ見とかなかったかっていうと、スタッフさんがいなかったからいけない。ほらダメですよ。ちょっとこっちだって演者がスタッフ気にしちゃってんだもん。逆だからね、普通、スタッフさんが演者気にするわけだよ。そうよ、我々が気にしちゃってるんだから。演者がスタッフ探しちゃってよそ見しちゃってんだから。素晴らしい。光ったら喋るよね、伊実さんね、やっぱりね。そうです。お願いしますよ。行きましょう。見せつけて。おい、もうこれで終わりにしよう。いやいや、ダメダメ、これで終えよう。せめて打って終わりにしよう。いや、しかもこれでちょうど打ち終わったら、プラマイゼロぐらいですか、バラシ。もういい、これで終わりにしよう。もう今日帰ります。もうこれで帰っていい。ダメです、ダメです。もう行って府中まで来てるんだから。いや、府中の電車賃の方が多分マイナスだけど、いい、そのぐらいのマイナスはいい。全然ダメダメダメ、意味わかんないから、それは。ダメ、行こう。ありがとうございます。まあ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 、いい音。こっからこっから、さあ追加投資でございます。こっからが怖いから、小沢さん。そうね、こっからが怖いです。こっからがちょっとね。まだ2000でしょ。まだ2000だ、これで3000円目でございます。伊実さんやっぱ鬼門の5000円で行ってるからね。そう、今でとどまって、俺は。はい、だから小沢さんまだ3000までいけるから。そう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 、やっぱ伊実さんが目立ってますけど、僕も地味にマイナスなんですよ。でもその小沢さん地味マイナじゃん、で俺はまあ結構ねマイナだけど、はい、でもなんか切なくなって。俺何が、なんかまあまあね、スロットだからね、まあしょうがないんだけど、はい、額が違うから、この間なんか霜降り明星の粗品がさ、はい、なんか YouTube だかニュースだかでなんかでさ、競馬で700万円負けましたっていうのを見て、それでもなんかヘラヘラしてて俺ってちっちゃいなと思っちゃった。そうね、でもまあ粗品さんはやっぱり稼いでる額も違いますから。小沢さん、はい、後輩のことをさん付けするプライドの捨て方やめてください。小沢さん、はい、もう自然と粗品さんって言ってるから。霜降りさん、霜降りさんのせいやさんと。やめてください。粗品さんです。俺だから霜降り明星さんが出てる徹子の部屋見て、普通に笑ってたもんな、面白かったもんな、俺もファンだもん、やっぱ会いたいもん。やめて、ファンはやめて。会いたいってか、会ったら緊張する、ちょっと、何回も会ってんですよ。会ったことあったっけ。後輩なんだから粗品さん会うのよ、劇場とか。おら、うお、
見とけよ島国明星、ここでビッグいくのが頼むよ、わしの力じゃ。お出た、そしな出まし3。あお、すいません、私の力はこの程度でした、すいません。私が300ぐらいハマりそう、300いっちゃいそう。300怖いね。290。300やだよ。300やだ。あ、これで鬼門の5000円投資でございます。でもこの間さ、うん、ちょっと後輩とかの話になるんだけどさ、はい、俺がね、うん、釣りが趣味で、はいはいはい、釣りとあと服とかも結構好きなんで、うん、ちょっと釣りの釣りラインをメインにした、はい、このアパレルブランドを立ち上げたんですよ。小沢さん知ってるけど、はいはいはい、立ち上げたじゃないですか僕、うん、でそれがあってね、なんか後輩が結構釣り好きの後輩もいるんで、うん、なんか来たいですみたいに言ってくれるやつが結構いたから、うん、何人かこう連絡して、うん、その出来上がったから服が、うん、あ、じゃあ来てよなんつって私に行くわっつって、うん、アポ取って私に行ったわけよ、はい、でなんかまあね、売れてるところで、まあ、ミキの亜生とかナダルとか、おミキの亜生は22時に赤坂で今日終わりですって言われて、あ、まあ、TBS だろうなと、うん、で他 の、 ラフレクランとかインディアンスとか、うん、渋谷でどこどこですよ、劇場入ってて、はいはいはい、みんな仕事入ってるわけよ、はい、俺オフで、うん、全員仕事でちょっとへこんで、うん、服を自分の車に詰めて、うん、そっから時間空いちゃってさ、はい、何したかって俺高速使って、うん、片道1時間半かけて八王子の先までラーメン食いたからなんて往復3時間弱かけてなんですることないからよ、もうコロナで仕事がないんでしょうがないなってずっと言い聞かしてたけど、うん、違った、何ピスタチオに仕事がなかった、ちょっとやめてよ。だから本当に、うん、このチャンネルでこのやってね、はい、文句ばっか言ってるけど、うん、本当ありがたいと思ってる。ありがたいよ本当にあるの、みんな仕事みんなありましたよ。嘘でしょ。ないのはピスタチオと 8.6 秒バズーカだけ。ああ、なるほどね。で、あなたいつも一緒にいるのが、うん、8.6 秒バズーカの濱家連だから、うん、あ、芸人仕事戻ってないなって思ってるかもしれないけど、うん、違います。え、この2組だけです、仕事ないの。濱根と未だに言うよ、コロナだからしょうがないんすよ。ああ、違います違います。そうなの、この2人が需要がないだけですよ、世間から。400いくかな。でもなんか最初にさ、うん、最初というかこの仕事を大事にしてると、うん、ありがたいみたいな話さっき言ったけどさ、うん、でも厳密に言ったらね、うん、仕事ってやっぱり何かをして、うん、対価としてお金をいただくというのがやっぱ我々の仕事じゃないですか、はい、って考えたらこの番組に関しては使ってる方が大きいんで、実際仕事ではないよ。いやいやいや、 そういう感覚、考えするとそれはもう本当にあれ、うん、入ってきてる分出てってる分が多いんで、うん、真っ当なこと言うけどそれはね我々が悪いんだよ。だって小沢さんなんてね、うん、今日何の仕事なのって言ったら、うん、飛行なのエトツパトスロゴスだよって言ったら、うん、行かないでくれって言われるんだからね。そうだよ、奥さんに。やっぱプラスで帰って奥さんの笑顔見たいですよ、やっぱこれ。そうですよ、負けた日の帰るの嫌なんだもん負けたらちょっと、うん、出てく時にちょい揉めして帰って大揉めするんだからやめてよ、本当にやめさせてよ。やめさせてよ。俺無心であなたとのお話を楽しんでたから、ちょっと正直、はい、回転数と投資金額今パッて見て現実見たら、うん、言ってる、結構言ってた、うん、でも今日はあれでしょ、粘るって決めてはいるんです、一応は、うん、だからちょっと出るまでやんの、どうすんの、え、台移動するかな、するんかい本当にしちゃうんだ。え、なんでしてほしくない、隣でやりたい、やめてたの、別れ際のカップルみたいな話やめてくれるんだよそのトーンで言うの、え、そんな重いもんじゃないで、そこまで2人で一緒にやりたい、そう言われたらそこまでじゃないからさ移動、いやー510はきついでしょ。でも出たら連チャンするかもよ。本音を言っていい、はい、やりたくないね本音を言うと、やめてください、俺は仕事ですから。え、このままそれはそのセリフは俺のセリフだから
取らないでください、僕の。それ僕が言うセリフですから、毎回。510だよ、だって。1万2000円だよ。いや、まあ、朝1から。1万2000円、まだ早いって。俺気づいたもん、スタッフさんが俺が投資1万ぐらいからもう微動だにしないでここにいるんだから、ずっと。じゃあ1万2000円って、まあ、いつもの僕に言われて、何が言ってるって話だ。確かに、まあそれはそうだね。何を、もうちゃんちゃらおかしいよって話だから。当てたい、この541番でになってきたかも。当ててくださいよ、それそっちで行きましょう。ちょっとこのまま行きますよ、じゃあ行ってください。トイレ行ってきて大丈夫ですか、すいません。ほら、え、ほら、小沢がいなくなった瞬間だもん、瞬間。もう何なの、もう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 もう何なの、出た。というわけで始まりましたけど、もうもう何なのだ、はあ、当たり前だもんね、もうこの化け先行が。俺ビッグ先行したことないんじゃない、多分このエトスパトスロゴスで打ってて。お、小田さん、小田さんがトイレ入ってる時にやってきました。はい、すごいな、行きましょう。めちゃくちゃじゃん。もうもう何なの、もうもう何なの、4回転引き戻して、まあ嬉しいなと思って揃えたら、またしてもうお化けが来た。はい、もうもう何なの、もうもう何なの。いい加減にしますよ。やっぱね、伊地さんはプロですよ、やっぱり。なんだかんだ言っても、これ、はい、よく撮影終了後に一人で打つじゃないですか、はいはい、その時にこの流れだったことあんのよね、カメラも回ってない2人で。やっぱね、絶望的な顔で打ってるから。プライベートで撮影終了後に打ってる時の伊地さんが、うん、化けを引いた時のモノマネしますんで、じゃあちょっと、あ、お願いします。すいません、これ光ってると思って。やめてください、リアルなんで、リアルなんで、これがリアルです。もっと面白いことやってるでしょ。え、やってる、もっと面白いことやってるでしょ、今のやってるでしょ、ねえ、これです、伊地さん。もうもう何なのやってない、やってるでしょ、やってない、やってない、プライベートで店員さんに向かって呼んで、無理無理無理、店員さん集合って、無理無理無理、もうもう何なの、みんなでやってるでしょ。そんなコミカルな人じゃないです、あなた。もうそろそろ来てほしいんですな、さすがに。でも俺もだから、うん、今5の5000の投資で、はい、ずっとバケで下皿にちょろっとあるぐらいをずっとキープしてるから、うん、ほんとギリギリの攻め際してるから、ギリギリずっと、はい、そうね、小沢さんはやっぱここから大逆転を見せたい、府中店さんで。ほんとほんとよ、うん、いやだからビッグ3連とか引きゃいいんだから。そうだよ、逆にバケ俺がこんだけ引いてるんだから、うん、これがビッグにすぐ変わる。お、もうちょっとやめます、もうこっちが打たせてください、はいはいはい、なんとなくこっちが打たせてください、もう嫌です、はい、あ、怖い、うーわうーわ、え、ちょっとやってるでしょ、え、やってるでしょ、ねえ、やってるでしょ、やってるでしょ、店側と来るんだって。え、確かにね、うん、ピスタチオトーク今までダメだったかもしれない、うん、だからってこういうので笑いとんのやめてよ、さすがに。確かに、それはおかしいよね、仕込みは よくないわ。大笑いしてるじゃん。ちょっと、いや、だからやっぱ嬉しいよ、伊地さんが光ってくれるのは。いやー、本当に、だから本当にこう、おら、こう、だからこうなっちゃうと長時間押したくなっちゃうよね。うん、もうこれで化けはないよ。ないよ。じゃあもうこっちから真ん中から押しダメだった。はい。右から押しダメだった。はい。そっちから行きましょうよ。そういうことですよ。はい。うん、まあね。いきます、やってんな、ちょっとやってるよね、これはもう今上で見てたよね、やってやりました、こういうことする店なんだ、やってるわ。もう一回楽屋戻りましょうよ、じゃ一回話し合おうか、一回話し合おうか、一回楽屋戻ろう、おかしい、おかしいわ、一回これ一回話し合おう、止めないでね、こんなことない、止めないで、だってうん、
俺らがトークしても薬ともしないスタッフが、うん、腹抱えて笑ってんだから今。さっきも言うけど、これが俺の人生よ。ちょこ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 小当たり引いていく人生。確かにな。大当たりじゃない、うん、小当たりちょこ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 引いて。粗品さんだったら違うだろうな。え、粗品さんだったら違う。粗品さんは違うよ。違う。あ、やっと来た。来た。小田さん600に。ここは俺心から心からビッグお願いします。小田さん、はい、ここはここで化けは辛いですわ。僕も真ん中からいいですよ、いいですよ。ポンポンポンと真ん中の真ん中にビタ押しで7を。そうです。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。小田さん、おめでとうございますけど、はい、ここで衝撃な事実です。何でしょう。私ボーナス8回引いています。え、私ボーナスもすでに8回引いております。はい、小沢さんボーナス2回です。はい、ですけどもビッグの回数小沢さんが超えました。ありがとうありがとうありがとう。伊地知さん気づいてました。ちなみに、はい、何ですか。伊地知さんバケ引いてレギュラー引いて、うん、スタッフさん大笑いしてるじゃないですか、うん、僕602ですよ、うん、ビッグ引いて薬とも笑ってねえで。いや、そりゃそうだよ。俺は素直にね、うん、ビッグでよかったっていう気持ち分かるから思ったけど、はい、うん、多分スタッフさんの心境では、うん、バケ引けやっていう多分、うん、だよね、だよね。多分思ってたと思う。それは、それはね、 目死んでたもんあの人やばいよ。それは思ってたと思う多分、うん、おーし早っ。こら、こっからよ。これビッグだったらすごいことになるよ。こっから逆転あるよ、これビッグだったら。おお、まだあるよ、全然あるよ。すごい、見てろ、エトスパトスロゴス。すごい、台変えなくてよかったね。よかった。いや、あの、ほんと伊地知さんの助言のおかげで。おら、おい、もう、ね、これはね、もう一パターンしかないです。はい、真ん中から押してダメ、うん、右から押してダメ、はい、左から順押しでダメ、はい、となってくるともう挟み撃ちしかないです。なるほど、これだけ。なるほど、一択。試してないのはこれ一択です。66回転素晴らしい。ちょっと待ってください。自分で今、うん、私芸人だなと思ったんですけど、うん、正直、はい、ビッグテンパった瞬間に、うん、バケ来いやと思っちゃいました、うん、正直、すいません、ね、やっぱ今こっから逆転したいっていう一心にもうなってますから、こっち。そう、だこれがもう、うん、リアルドキュメンタリーの全てを。そうそうそう。だってこれがプライベートだったら、うん、それビッグでめちゃくちゃ喜ぶし、うん、逆にこれ自分のお金じゃないのでやってたら、お、いいね。さあ、え、ここでビッグ来たら取り戻すよ、あなた。取り戻しちゃうんじゃないの。おお、え、え、ビッグ4回ボーナス全部ビッグや。僕の4ボーナス全ビッグ。うわ、すごい。ありがとう、ありがとう、キコーナ。あんだけ文句でさっき、ありがとう、キコーナ。さっきあんだけ文句言ってたのに。キコーナ大好き。やばいよ、お世話になっております。感情の起伏がどうかしてんだよな。お世話になっております。なんかいろいろ文句言ってすいませんでしたね。すいませんでした。もう怖いんだよ、やり口が。おい、もう挟み撃ちです。挟み撃ち、ひぎ。ねえねえ、僕なんか悪いことしたかな。ねえ、僕なんか悪いことしたかな。芸人魂、さすが。いやいや、いや、だったら、だったら逆だったのよ。え、さっきバケの、うん、今回ビッグだったらよかったのよ。ありがとう。全部逆なの。あと30分です。お、これの30分で決まるよ、もう、うん、どっちか。俺初めてさ、はい、プラスで折り返したいよ。そうだね、いつも、もう1回だから。いつも1店舗目からもうマイナスなんだから。なんかこの感じでちょいマイナー嫌だね、2人して。嫌だね、ちょいマイナーって嫌だよね。嫌、うん、だね。
ただポイントで言うとまだ全然だよ。そうなんだよ、あと5、6回行かなきゃいけないわけだから。そう、オッケー、おお、久しぶりに言わせていただきます、オッケー牧場あなたのじゃないです。え、久しぶりに言わせていただきますって言って、あ、言えるのはガッツさんだけ。あれ石松さんの、そう、石松さんって呼ばないで、ガッツさん、石松さんのやつ、ね、石松さんって言う人いないと思うんだ。もうリズムでいきます。チッチッチリチッチッチリチッ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 ビッグチッチッチリチッチッチリチッ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 チビッグ。目押しミスんの違うよ。目押しミスんな、もうダメよ、もうダメよ、これもう普通に行こう。えい、オッケー、素晴らしい。あと何分ですか？20分。微妙、あ、ここ確かに小沢さん結構続けるかどうかでだいぶ変わってくるよ。今だから動いてもいいんですか？今だからケースにちょっとあるぐらいだもんね。ちょっとあるぐらいなんで動く、動きます。マジで大移動がプラスになるかマイナスになるかね。え、ほんとそうよ。ここマジ大事だよ。この台にした理由なんだけど、うん、最初覚えてます？このお店入ってちょっと打ち始めたぐらいに、うん、スタッフさんがいなくなってた理由わかんない。この台ジロジロ見てたのやめて小田、実はそんなことまでチェックするのやめて、うん、多分小田さん多分ですけど、うん、あのスタッフさんも別に知らないと思います別に、うん、いやしかも違う、ただ見てただけだったらいいんだけど、うんうん、まあね、うん、違うの？3回確認してたのじゃあね、どういうこと？3回も見てた。どう確認したのね、うん、3度見？3度見、3回データを見てたの絶対これじゃん、もう多分ですけど、うん、相当暇だったなと思いました、スタッフさんイジスさんももう一発引いたらもう多分プラで終われるよ、ね、はい、うん、今ちょっとギリギリラインだから、うん、よし、オーケー、ここ大事、ここ大事、いやすごっ、5回引いて5回ビッグ、すごすごい、めちゃくちゃすごいよそれ。俺はちょっと今震えてるよ。あれ、どうしました？もしかしたらマイナスになるんじゃないかっていう。え、なんか2人で最後パパッと光らせてちょっと、たまにはニコニコして終わりたいよ、ね、おい、お、いいよ。やべえ、押しちゃった、間違えて。よし、頼む、おーし、初めてプラスで終われそうです。ビッグですか？ビッグです。決めました、決めました、ゴール決めました。何今の、めちゃくちゃ面白いんだけど。決めました、ゴールってやつ、ゴールを決めました、素晴らしい。おい、おお、来たよ来たよ、やば、6連続ビッグ、すごいね、ゴールやめてください、パクンの小田さん、はい、うわ、終了ということですけれども、残酷な、小沢さん終わりました、終わりました、終わりましたと言っても手をやめていないか、すべていないという終わって、終わって、何ですか、いいの、終わりましょう、何ですか小沢さん、本当に終わりましょう、小沢さんやめてください、小沢さん、小沢さんもう打たないで小沢さん終わんないから、本当にもう終わりだから終わろう、小沢さんもうやめよう、ね、終わりです、終わりです、もう切れないから、大人ですから、仕事ですから、小沢さん、そうそうそう、本当にもうやめましょう、打つのもうそれやっちゃったらプライベートになっちゃうからルール守らなかったら、ルールもう下手くれもなくなっちゃうから、ちょっとあの小沢さんマジでこれ、はい、本当に50回まででしょ、あと3回、分かった、これマジでいいよ、分かったって小沢さ ん、 ん、あなたが決めることじゃないですよ、いいよ50回まで、これで終わり、これで終わり、よし、分かった、伊地さんもう100までいやいやいや、はい、終わり、うわ、もうちょいやりたかったな、確かに。
というわけでですね、はい、こちら1店舗目貴公の府中店さんでの実践終わったんですけども、はい、お疲れ様でした。どうでしたか小田さん。まあ、結果から報告いたしますと、はい、1万6000円投資の912枚ということで、お、はい、50枚50プラス、お、50ちょいプラスですね。50ちょいプラス、おお、これは素晴らしい、はい、なるほど。私はですね、はい、投資5000円で抑えられまして、お、そして出たのが580枚ということで、うん、300ぐらいプラスになりました。300枚ぐらい、ありがとうございま す。久しぶりだね、これ愚痴なしの。そうね、楽しいね、エンディング、うん、というわけでこれよ、はい、ただね、残念なことにね、はい、ポイントで言うと、はい、12の6ということで18ポイントということで、今後21ポイント目指して頑張っていきたいと思いますので、うん、引き続きですね、はい、チャンネル登録と高評価の方をぜひともよろしくお願いいたします。お願いいたします。ね、それでは、うん、午後行きますんでね、はい、次の店舗へ行っちゃうよ。